トミリュウです。今日はスクワットサーキットで太ももを鍛えていきたいと思うんですが、今回は皆さんに一緒にやっていただく形の動画です。はい。スクワットをやる上で知っておいてほしいことがあるんですが、スクワットっていうのはですね、消費カロリーが高い筋トレと言われていて、まあ理由としては、その太ももが鍛えられるじゃないですか。で、太ももっていうのは全身の中でも 70% の筋肉量を占めているんですよ。はい。だからですね、その筋肉動員数が多いんで、そこでスクワットをすることによって、カロリーが消費しやすくなると。その全身の脂肪が落ちていくんですよ。特に腹筋ですよね。実際腹筋運動、こういう上体起こしをするよりもスクワットをした方が腹筋が出てきやすいんですよ。もともとある脂肪が取れるから、すでにある筋肉が浮き出てくるんですよ、勝手に。だからですね、腹筋運動をして筋肉をでかくしようっていう考えではなく、まずスクワットとかの全身運動で体脂肪を減らしてから腹筋に移るっていう、はい、そういう形の方がいいんで、それを踏まえてですね、スクワットをしていただけるとだいぶ意識が変わってくると思うんで、それでお願いしたいと思います。ということで、早速タイマー付きでやっていきましょう。今回はスクワットサーキットという形で足の筋トレを教えていったんですけど、僕が今まで出してきたサーキットメニューの中で一番頑張ってほしい項目だと思いますと言えます。やっぱ一番、先ほどにも言ったように 70% の筋肉量を占めてるんですよ、太ももって、はい、だからそれだけ、頑張るだけでですね、全身の脂肪燃焼につながります。はい、本当にこれは本当、腹筋を割りたい方はスクワット、はい、これはもう覚えてほしいんです。で、ちなみにその今回のメニューにはですね、跳ねたりするリズム運動が最後にあったと思うんですけど、それがちょっと今回の肝だと思っていただいて、筋肉をつけながら脂肪燃焼をしたい人には本当に今回のメニューはおすすめなんで、腕立てとか腹筋とかよりも今回のもうスクワットを本当に頑張ってほしいです。はい。あと、さらに余談になるんですけど、僕はその最近ちょっとこういう、栄養素とか、その筋トレの、ちょっとメリットとか、ちょっとメンタル面に効く効果とか、そういうのもちょっと今勉強しているので、そういう、筋トレをしながら、さらに筋トレはこういう生活にいい影響を与えてくれるよっていうのを、僕はちょっと説明できるようにちょっと知識を取り入れていこうと思うんで、そこも楽しみにしていただければと思います。そんな感じで、はい、最後までありがとうございました。